この時間は横浜 F ・マリノス対マンチェスターシティ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームはポルトガル第2の都市ポルトにありますドラゴンスタジアムで行われます。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。F マリノスは 4-5-1 のシステムですが、どうご覧になりますか？そうですね、特徴としては中盤のポジション同士が柔軟なバランスを取れたシステムと言えますよね。このフォーメーションの特徴でもあるトップをどう生かすかがポイントになってきますよね。マリノスのキックオフでスタートです。横浜 F マリノス対マンチェスターシティ、エキシビションマッチです。サイドを紹介します。右から左にマンチェスターシティ、左側が F マリノスとなります。マンチェスターシティが最終ラインまでボールを下げる。フォーデン、さあ左へ預けて、ふわっとしたボール仕掛けるか、クロスを上げる、わずかに合いませんでした。中に合わせてくるか、さあどこに出してくる、足元大事にいきます。ルーズボール、まずは前半この序盤ポゼッションで上回っているマンチェスターシティ。サイドへ、ミドル、ポスト左をかすめていきました。もう入った瞬間もやってきますからね、もともと見てるところですからね。フォーデンがキープすると前にいる選手もパスを引き出そうとよく動いてますね。まあ彼が持った瞬間周りのスイッチが入って全体が流動的になりますよね。長戸、縦へのボール、ルーベン・ディアス、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。コバチッチ、マンチェスターシティ今日まだ決定的なチャンスがありません。ですがポゼッションは上回っているという状況です。まあ持たされてるって言ってもいいかもしれませんね。やはり決定的なシーンを作れないということはフィニッシュまでのビルドアップができてないということですからね。シュートで終わることをもっと意識した方がいいでしょうね。ボールはクリア、アーチのようなパス、コバチッチ、ここで前を向けるか、シュート、ディフェンスの完全なプレーにしっかりつけ込むいいシュートでした。奪って引きつけていて、まあ、相手からのミスになりましたけども拾いましたよね。どうする、丁寧に足元を打つ、ミドル、いつもりルーズボールになる、残せるか、おっと、松原、渡辺、
上島、長いボール縦に入れます。さあ左サイドへ、また中央へ、抜けてくる。ここは間合いを取る。ボールが上がる。ちょっと伸びてしまいました。チャレンジはしません。後ろに流す。大きく縦へ、宮市、フォーデン、ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。前半0対0。北澤さん、前半振り返っていかがでしょう。さあ後半スタートです。マンチェスターシティとしては攻撃の形はできてますから ね後半も続けていきたいでしょうね、はい、チャンスを演出できるか。マルコス・ジュニオール、エウレ、ボールを下げてリズムを作るか。長いボール縦へ、ルーベン・ディアス、長いボールを送ります。これ仕掛けるか。上島がここはファールを取られます。仕掛けるタイミングを図る。フリーだ。ここは頭だ。最後ルーズボール。ボールかな。いけるか。ファール。取れないですか、レフェリー。松原。前線に入れます。チャレンジはしません。後ろに流す。ルーベン・ディアス、この終盤振り返るとチャンスシーンは両チームともあったわけなんですが、未だスコアは0対0のままです。サイドのスペースへ走らせる。宮市、プレスからボールがこぼれる。ここでファウルがありました。注意に終わります。渡辺、マンチェスターシティが最終ラインまでボールを下げる。ストーンズ、縦に送ります。大きく縦へ、上島、エウベ、エドゥアルド、
縦へのボール、エドワルドからアンデルソン・ロペス、ボールを下げてリズムを作るか、ふわっと裏を狙う、このパスはキーパーへ、いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。さあ最後の一押しになるのか、チャレンジはしません、後ろに流す、長いボール縦へ、F マリノスはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。上島、マンチェスターシティがこのゲームは自分たちよりも格下相手に0対0と、この終盤に来てちょっと焦っていますよね。まあ正直こんなはずじゃなかったとは思ってるでしょうね。まだゲームは終わってないですけども、チームのシミュレーションとしては当然点は取れていたはずですからね。今回その誤差の原因を明確にして次に生かしていくことが重要だと思いますけどもね。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。松原、一旦戻します。ここで主審、試合を止めました。決着つかず0対0。今日のゲームはスコアレスドローという結果で終了しています。さあ北澤。